皆さんこんこにちは、えー、今回はですね銀幕にポップコーンの番外編ということで、はい、あのサイコパスシーズン3が始まった、うん、ところなのでし1番目の感想をお届けしたいと思います、はいえー、メンバーは私方と、えー、野口です。 はいこの二人で語っていきたいと思います。シーズン3来ましたよ。来ましたねついに。あの確か前にあの劇場版の話も銀幕で取り上げ取り上げましたね。その時にあの劇場版の流れに乗ってシーズン3できたらいいねみたいな。あしましたしました。話してたんですけど。来ました来ました来ました本当に結構すぐ公開されましたね。ねそうですね。あの劇場版か締め締めみたいな感じで。そうそう確かに。 はいもし1話目早速出ましたので、はいうん、感想を語っていいいきたいと思います、はい、あの最初はですねというかまずそもそも大前提として「うん、あのサイコパス」のシーズン1と2は見たという前提でお話し,しますのでそのつもりで聞いてください、うん、ちょっとネタバレは入ってくるかもしれないですそうですね、うん、であの最初に感想を言うんですがエピソード 1, の,、はい、1> あの最初はちょっとネタバレ控えめで話しますので見てない方も。うん 最初の部分は聞いていただいててただ大丈夫ですここから先はネタバレですっていうのはちゃんと言うようにしますのでじゃあまず1番目の全体の感想どうですか野口さんえっと結構今回あの1番尺がな長かったですよね40分ぐらい,あってぐらいですか大体1はし だけど2話分の情報量が入ってたんで、うん、結構この1話でそのあらかた主要人物が出てきたなっていう印象があってで今までのサイコパスらしさもありつつで新しい、まあえー、主人公である新くんかな、はい、新くんと K くんがどういう役割で、はいえー、登場するのかとどういう役割で動くのかっていう部分とかのそこら辺が見えたのがではっきりと。 結構いいいと思いましたで、うん、結構静かな始まりではあったんですけどちゃんとアクションするところはアクションするしす、ね、なんかいつもどおりその思わせぶりなというか陰謀論的な部分もしっかり入ってるしやっぱりこの「サイコパス」の持ち味であるそういった部分は結構1話に豊富に入ってるなっていう気はしました、うん、なんで結構その想像しがいがある1話だなと、ね、これからどうなるかっていうのが。 結構ね。いろんなピース揃った1話目です、ね。そうですね。で、ちゃんちゃんとっていうか。まあ茜ちゃんっていう。まあ、前回からの登場人物も一応ちゃんと出るしでプラスしてもう一人、えー、エンディングの最後にちらっと出てくる人はいるんですけど、うん、それを言わない方がいいのかな？まだ言わないでしょ。まだ言わない方がいいね。はい、とかいたり、うん、ま、結構やっぱファンが嬉しい部分が。 たっりり詰まてやっぱりあのサイコパスじゃなくて何だっけドミネーターか、うん、ドミネーター出てくるとテンション上がりますね上がりますねわかります <laughs> あの音あの装備する時のナレーションとかもすごい大好きなんですよはい、はい、あの BG もいいですよね <laughs>、はい、あ,のあそこの専用というかって、はいた部分もあったりしてやっぱファンには嬉しい一話でしたねうんっていうところでじゃあ土方さんどうでした私はですね、はい、まあ思ったよりりあんまり 出来事は起きなな。いんですよ。結構地味めかなう、ね、あのシーズン1の最初とかは結構もう最初から結構テンションが高めだったりとか事件があって、でそれと比べると結構地味めで、うん、事件もそんな大きな事件が起きるわけじゃないのでまちょっとまだこれからかなっていう感じはしますが、はい、あのテーマとしては結構面白い話がもうすでに出てて、うん、今回はあの。 日本がね開国しているっていうはい大きいですよねそこはところがね、はい、これまでと全然違って、うん、まあなのであの移民がねテーマとして出てきそうな感じがしてるのでやっぱりそういうなんかね社会問題を取り入れていくのはやっぱり最高っぽいので今回これからどういうそのテーマを扱っていくのかっ楽しみになりました若干説明台詞が多いかなとは思いますあーまあま多多かったでですすね正直いいつも多いんですけどまあ、まあ 多分今回、3期から初めて見る人向けにも冒頭の方でサイコバスの回全体にあるシビラシステムっていうものの説明はあったりしてで一応、ナレーション的な形で茜がその説明するとか結構そういうフィッテージがあったので確かかに説明的な部分は多かったと思いますねまあ逆にそれが分かりやすくて入りやすいっていう人もいるかもしれないですね。 その初めて見るって方はそう,そうですね、うん、私ちょっと久しぶりだったのでサイコパスのエピソード見るのちょっと見直したりとかも最近はしてなかったので、はい、ちょっとなんかあっ説明セリフめっちゃ多いなと <laughs> 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 思いましたあとはキャラクターかなあのキャラクターについても、うん、まだこれからって感じかなあのすごく まだ分からないっところが多いですけど特に新しいキャラクターは特にそうですね執行感とかそうですねでちょっと具体的な話に入っていきたいのでここからもう完全にネタバレ解禁にしたいと思いますということで注意ですまだ見てない人何も知りたくない人はここまでにしてくださいえっとキャラクターからその2人の話をちょっとしたいんですけど進藤新とね イ・ <K> <K> イグナトフかっこいい名前が <laughs> かっこいいですね、はい、K はだからロシア,ロシア系っていうことでだからちょっと今回のテーマ字になると思われる移民の血が入ってるとかそういうことなのかなとロシア系移民って、えっと、書いてますねキャラクター紹介でははい、はい、ということですね、うん、この2人 私はの常森茜が大好きだったので、はい、<laughs> 今回のシーズン3でキャ,キャラクター変わっちゃうっていうのは結構残念だったんですけどうんどうだろうな,なんかまだね今のところそんな好きとはなってないですねああなるほど、はい、僕も正直まだ別に好きとか嫌いとかの感情がまだ湧,く湧いてないですね、うん、まあと,とりあえず今回彼らの役割がさらっと分かった感じで、うん、まあいわゆる K がそのえっと動ける景観というか 格闘とかも得意だし、うん、そういう、えー、と防寒に対する対処ができるカードとしていてで新たくんの方は新しい概念っていうかあのメンタリストとしての能力を発揮するという役割でいて、はい、でどうも K と新たは昔からつるんでたような感じで、うん、あの幼なじみみたいな感じで見て取れたんですけど、まあ、K が新たの手綱を引きながら。 聞きながらっていうか、お互いにか、えー、っと協力して合って。うんうん、で、新たくん、新たくんでどうもそのメンタリストの能力を使うと。なんか意識失うというか、なんかボケーっとしちゃうみたいだから、うんうん、そこでけがなんか。気づかせてあげるみたいなところが見れたし、なんか彼ら二人の仲の良さだけは通じた。あ、そうですね。うん、なんか今までサイコパスでも、先輩後輩関係の人がか、ね。関そう、そうでったですね。は、う、い、ん、はい、とい。神さんで、みんは,は,、はい、はあかねと、えっ、ー、とミカ、みか<カ>。みか。うん の二人だとね、今回はね、同等の,いう感じのコンビっていう,う、ね、まちょっと関係性は変わりますね、はい、メンタルトレースに関してはねちょっとチート,チートっぽいなって思ったんですけど <laughs> まあ確かにねその描写の仕方も結構チートっぽかったしねなんか<う>なりきって本当にそに監視カメラで撮ったような映像がバーって出てきたからそう,そうちょっとそこ不安なんですよね,まあねなんか変わっちゃうんじゃないかなって思っちゃうんかあの 普通に事件を、ね、追いかけて手がかりとかで追いかけていくんじゃなくて超能力的な能力で解決しちゃうのは面白いのかな、ね、とはちょっと思う,うそうですね、まあ、それは割と僕も同感で、まあ、そこのメンタリストとしての能力をどこまで,なんだろう交,渉でき交渉してくれるかとか、うん、こういうことありえるんだよっていう説得力がもっと欲しくなりますね。うんうん、そうですね今、うん、今後の今後、ね、のの 課題みたいな感じになるのかなと思いますけど、やっぱりどの程度の能力なのかっていうのははっきりさせてる。何ができて、何ができないのかっていうのは。はっきり分からせてもらわないと。何でもありになっちゃう,う、ね。みたいなことになると不満。うん。かな。 特に1話目は何もリスクなかった感じだもんねあれ使っている時は本当にその事件の場所に行ってなんかつければイヤホンつけてたんかイヤホンつけてあれがなんかキーなのか分かんないけどそれぐらいでパッとできちゃうみたいだから確かにね何かしら制限とかねデメリットあってほしいねそうですねなんかどうやらえっと偉い人の息子さんいうかお父さんが お父さんも監視官っていう監視官だっけな多分違う役職の人だと思うけどちらっと出てきたね確かにそうですね、うん、ううで、うんうん、であとなんかエリートみたいな言い方されてたりするのでされてましたねボンボンみたいなうんまあその辺の育ちの部分とかもねうん、うん、どういう要素で出てくるのかちょっと楽しみではありますね,そうですねキャラクター的にはどうですなんか性格というか。 性格ねまだ私つかめないなこのキャラクターと思った最初は何かおっとりしてるんだなってなんかちょっと寝てなんか立ったまま寝てるとかてたねなんかおっとり系なのかなとか思いきやなんかあのでしたっけ分析官の人に対してめっちゃ美人ですねみたいなチャラい感じの絡み方とかもしてたりしてだからなんかいまいちつかめないこのキャラクター。 僕はなんかメンタリストだから、うん、えと人と接する時はすごくその人に合わせたその人が喜べそうなことを言うのかなみたいなこと,を思っことを考えましたねなんか空気を読めるというか、うん、対その人用に自分を変えるみたいないろんな仮面持ってそうなイメージは基本はなんか天然で明るい感じ、うん、なイメージで一人いればその場が明るくなるようなキャラクターなのかなっていう気はします。ともね ミカとも全然違うタイプ。そうですね、全く違いますね。これまでと比べると。<laughs> 全然違いますね。ある意味肩の力抜けてると、ね。そう<人>抜けてますね。みたいな感じですね。確かにそれがどうなるか気になるな、うん。キャラクターのデザイン的にはね、なんか一番あの家庭教師リボンっぽい。確かに確かに。髪型髪型がね。<laughs> <laughs> かなって思いました。はいはいはい。ケイくんの方はどうです？ケイくんの方はね、そんなに。 確かにあんまり印象がなくてよくいるクールキャラで思いやりがあるチ田の新たなこと面倒見が良くてお兄さん系だクールキャラで今のところそれくらいしか見えてこないですよね。なので多分ね新たの方がみんな気になると思うんですよね。新たの方がありそうだから。新たの方がありそうって思わせて K に何かあるパターンみたいなこともあるかもね。 そうなったらいいですね。コントラストもきつし、はい。であのびっくりだったのが、他のキャラクターで、下い。月美香ちゃんですよ。これびっくりしましたね。美香ちゃんって呼んじゃいけないかなっていうか、美香さんかな、美香さんかなっていう。あのサイコパスってシーズン超えるごとの成長がね、それぞれすごいんですよね。はいはいはい。あの茜もシーズンワンからシーズンツーでなんかもう茜ちゃんから茜さんになった。ね。すっごい成長した。はいはい。現場型の傾向にありますけど、美香。 ミカすごいですね。ミカはだいぶ飛躍しましたよね。大出世ですね。刑事課課長にな。っ課長になっちゃったからね。すごいよ。どう、どう、どう、どうしたんだ。どうしたんだって感じですよね。何があったんだろう。この間にっていう感じで、あのどうやらあの劇場版の。対数ワンからシーズンスまでは三年の。三年しか経ってない。ですけど、まあ、それでね、こう、こうなったっていうこと。 そこは謎ですよねそ一家のトップとかでもなくて、うん、もうかなり監視官そうですねはいはいて、はい結構局長とかもなんか仲いいというか親しげな場面が見えましたね、うん、一話ではありましたね、うん、まあやっぱりあの茜がいないのでうんうんうん、うん、茜に変わるポジションポジションなのかなとも思いますけどはいはい、まあ、局長的にはそんな感じでしょうね 使いやすいしモルモット的な感じで観察してはいそう、うんうん、確か下月美香はもう渋谷システムの正体を知ってるんだよね知ってるのでそれで変わったのかなっていうも、まあ、ありますけれども完全に渋谷システムの奴隷なのかっていうとそういう感じにも見えな,で、ね、見えないですね今のところはいはいはい見えるんですけど、うん、今のところ そこら辺のキャラクター性っていうか性格はそんなに大きく変わってないというか大雑把っていうかぱというね人への接し方というかまあこれは美化っぽいそこは変わっってなかたね感じですけど茜どうなったかっていう気にななる問題ですねはいそこ大きな問題です最初のところではんかどうやら幽閉されてるように見えましたね まで、途中でなんか自分の家みたいなところでねやっぱ、うん、パソコン使って文章打ってた、まあ、とりあえずこのエピソードの中では元監視官って呼ばれてたので監視官ではないっていうことは事実にかってるうどうなってると思いますなんだろうねなんか局長にの激人を触れたのかして幽閉、うん、されてしまったみたいなことはちょっと考えたけど。<laughs> うん でも局長は局長で茜はすごく大事にしてるっていうかそうですよね茜、うん、にすごい価値を見出てて価値を見出すタイプだからタイプというか側だからうん、うん、理由がちょっと本当に不透明で分かんないなどう,どうしたんだろう何か分かんない何とも言えないですねというたちの何か、うん、パッと見にはなんか彼女が自分の意思で抜けたように見えたそうねそれの方が私の、うん、まだ想像しやすいですね 向けて何かしようとしてるようと見える、ねはいはい、ある意味なんか鴻上さんとか同じルートというかそういう今の規制のシステムを抜けて,てい,はいはい、はいまあねとはいえね彼女のキャラクターのシステムに残ることを選んだっていうのも魅力の一つではあったいですけどす、はいはいはい、だから鴻上は完全に抜けちゃったけど茜は別の形でシステムと向き合おうとしてるのかなみたいな気はちょっとしましたね。うんうん、一応あの そのなんだ。パソコンでテキスト打ってましたけど、なんかそのようなこと言ってたし、うん。うん、で、なんかどうもあかねはあかねで、その震度新たとか、彼らの一家の情報とか入ってるみたい。ああ、そうじゃないですかそです、ね。そのパソコンの画面に,に、その彼らのプロフィール写ってたから。だから、なんか別のところで彼らを見守って、なんかたまにはアドバイスあげるんじゃない。ヨーダポジション。そう、ヨーダポジションかもね。<laughs> 確かに <laughs>。 いや私、茜が好きな身としてもっといっぱい出てほしいんですよね。分かるよ、うん、でもこのままなんか行っ,っちゃうとこ、小金さんみたいになっちゃうのかなっていう。<laughs> <laughs> 海外行っちゃうけ。 あののとつながってるかもしれない人物としてはあの今回のエピソードの最後エンディングの後とにそういったシーンがあってうち、はいはい、気づいてなくて野口、うん、さんに言われて気づいたんではい、はい、知ったんですけどあのエンドクレジットの後に一つワンシーンありまして、はい、それがあのギノザが出てる、ね、そうなんですよ。ギノザさん出てるシーンでギノザがミカと何だかの話をしているっていうシーンで。あの。 なんかギノンさんもねあのシステム抜けてるように見えます見えました、ね、そうですね少なくとも刑事課にはもういなさそうな感じなのかなと一係にはもうとりあえずいなくて、うん、あの会話を見るとなんか協力はしてるみたいですね一応下塚島月とはどういうどういうポジションで今いるのかはわからないけど、うん、でもまあ彼らが協力してるってことが分かっただけでもいいのかなっていう。 うんうん、なんか別々に完全に離れてるっていうわけではなくて一応ね繋<で>がってて、うん、そうですね仲違いしたわけではなくなのであのミカもね下月もなんか企らんでるそうですね<笑><笑>なんかちゃんとみんな同じとこをゴールとして設定すればいいけど、うん、<laughs> 別々のとこ行ってたら嫌だな <laughs> <laughs> そうでしょうね あの常森茜がその2人ケイとミハエルケイと新たに、うんね、何で注目してるのかっていうのはありますけど、うん、やっぱりメンタルトレース能力 <laughs> かな,<あ> <laughs> かな<あ>それか一係にやっぱり思い入れあるからかなあ,<ー>、まあ、あとは自分がもっといた場所だからその知ってるじゃないですか内情というか、うん、ある程度は、うん、そういった意味では監視しやすい場所ではあるかなとは思いますね。うん 他の人からも情報もらってそうですね。確かにね、そうですね。執行官の一人があの元からいたひなあひなこ君。赤い髪のね、そうですね。だったりするので、かつての仲間もね、ちょっといる。そうですね、残っているので裏で。彼だけですけどね、そうですね。あとはシオンさんぐらいか。これは別に一掛りの中ではないけど。あと分析官の。 結構、1係のメンツはだいぶバラバラになっちゃったなっていうイメージありますね。なので、それ、まあでも最終的にはね、たぶんね、何か、何かで、オールスターがね、はいはい、集まってくれるんじゃないかと思いますけれど、今回ね、あの執行官がね、結構イメージ違いました、新しく出てきた執行官、うん。今までとだいぶ変わりましたね。 あんな第一印象悪いのないよ、なかなかっていう。うん、すぐにね、向け、銃向けちゃうし。うん、それは潜在犯だわみたいな。ぐらいの。柄の悪さだったから、ね。<laughs> そうですね。うん。ちょっとあの非公開に関して、あの。はい、新たがちょっと面白い。面白いことっていうか、まあ、新たは。うん、あの。刑が潜在犯には気をつけろみたいなこと言うんですけど、新たは。まあ、別にまだ犯罪を起こしたわけじゃないからね。同じ。罪犯って言っても。そうですね。 普通の感覚なんですよねこの社会のこの作品の世界の中では多分ちょっと変わった思考の確かに価値観のね価値観だとは思うんですけど、うん、ちゃんと人間として接しようとしてましたねちょっと面白いですね、はい、他の執行官執行官何か新しい人ねまあ癖はめちゃくちゃあるから、うん、彼らがどうそのギャップを <laughs> 作ってくれるかが気になりますね、うん、みんなみ,みんなじゃないか あの女性の方はちゃんとした真面目の方で如月マをね、うんうん、こっちは普通に真面目でちゃんと仕事してくれそうではある結構経緯寄りかなどっちかっていうと、うん、でも他の2人が新しい方がとろろき天満かおじいちゃんの方、はいはい、55歳のこれがどうなるかだなそうですね あの常森茜がね一緒だった執行官たちとは結構だいぶ毛色、ね、が違うのでどうしてもこの年の執行官ってなると一気のさあの、うん、ギロー座のお父さんを思い浮かべてしまって全然違いますね比べがちになっちゃうけど <laughs> どうなるか協力するのかしないのかっていう感じですけれども、ね、他にもあの敵対勢力がちょっとティーズされました、はい、出ましたねポット。 えー、ビ,フビフロストビフロストなんかね <laughs> 料理の名前っぽいなって言いましたねおい <laughs> しそうだと思っちゃった <laughs> うんですけどビフロストですなんだろうね企業の名前からそんなに組織なんですかね何ですか,、まあ、か登場シーンとしてはなんかマージャンっぽいことしてあとゲームっぽいことしましたね <laughs> あのラウンドロビンかラウンドロビンっていう 場所,場所というか多分なんかそのゲーム名か分かんないけどあ<ー>なんか丸い大きな丸い机を3人で囲んでね、はい、プレイしてましたけどはいなんか都市を使った麻雀みたいな感じに確かに確かに確かかに見えなくもなかったんですけど、うん、まあいかにもザ悪役みたいな感じでもそうですねたまだ謎が多いですね、うん、まあ一応ヒントとしてはその一人参加者の一人の西園寺っていう人が女性が「 えー、シ渋ラの干渉を防ぎビフロストの利益を守るのが使命ということを言ってるのでまあ渋ラとは完全に敵対というか、うん、そういう立ち位置なのかなという、ねうん、気はしますね。うん、じゃあ,、まあ今のところ3つの勢力というか渋谷システムがいて茜がいてでまたさらにこのビフロストがいるのかなという感じ。うんうんうん ですね、うんだから今回出てきたその事件の実行犯がビフロストの元の、うんえー、人物なのかどうかっていうのも気になってるなビフロストの,あのゲームで何か指示されてやったのかそれとはまた別の勢力なのかっていう部分、うん、なんかファーストインスペクターとか、うん、セブンインスペクターっていう言葉が出てきたけど、うん そこはちょっと気になりますね彼らの関係がそれはあのちょっとあのメイドっぽい服した女の子とそうそう子がいる男の,あの男の人スーツ黒い、うん、黒スーツの男の人そうですねの二人ですよね、はい、あれもちょっと謎でした、ね、謎でしたねあんまりね組織出しすぎるとうん,うんちょっと混乱してきちゃうような気もしますけどはいはいはいどうでしょうねまとまるかなうん。今回のスタッフは、はい、スタッフはそうですね いつものメンバーというか、まあ、脚本は深見誠さんと,あと産方さんが、うん、とりあえず2期の方で、方深見さんは2期以外ほとんどやってますね、うん、1>, 1期劇場版、あとケース2とケース3もやってますね。うんうん、で、監督はそうですね、同じく塩谷さんが、えー、引き続きやっております。で、脚本完成103年の時間かけてるっていう情報がありましたね、シー,シーズン3。 シーズン2が出たのが2014年ですね。だからそう考えるとあの劇場版も今回のシーズン3込みで考えて作られたものかなって考えるといいかもしれないですね。んかヒントになりそうなことはありますなんだろうな。うなもうケース1は島月美香が成長は見られる。<laughs> うん、2から3にポンって飛んじゃったら、うん、いや下月別人じゃん、ね、別人ってなるとも、うん、いくらなんでもこんな成長できないよねって思っちゃううね結構そこは空白大きいのでケースは見とくとそれは保管されるのでいいと思います、うん、他のはそこまでかな少なくとも、えー、と新しい執行官とか監視官の人物は出てこないし、うん ガミさ,さ,さんの話とかあったけど、うん、今のところまシーズン3では絡まなそうではあるどうでしょうねコうガミうね全く出てこないですかねうーんどうだろうね <laughs> 俺多分ねちらっともないと思う気がするってだけめっちゃ人気キャラクターではあるんですよねはあるけどねだからシーズン2では何かシーズン2ではガミさんのキャラクター自身出,出なかったけど、うん 鴻上さんが残したなんだっけな,なんかメールかメールっていうか手紙かなんかを、うん、茜が見つけたようなところは確かあったと思うからうん、うん、かそういう形であるのかなっていうぐらい鴻<ー>上さん出てくるかな<ー>結構どうだろう、うん、難しいよね,でよね出し方がね上さんに思い出のある茜ですらそんなに出てくるかわか,からないっていうこともあるからそう,そう茜はか茜で別に鴻上さんをすごく追ってるような感じでもないから。うん 恋に生きる女ではなないね誰がじゃあ鴻上を引き継いでくるかっていう部分でギノザギノザかなギノザはありえるっちゃありえるけどギノザとアカネじゃなくてミカミカのコンビちょっと引き続きあの劇場版の時にちょっと2人で組んでてあちょっと面白いバランスいいなと思って今回もまだ ね、その二人のつながりは続いてるみたいなのでちょっと楽し,で、ね、楽しみですねで。確かに今回こうやって見ると今前はその監視官と執行官というタッグだったけどうん、うん、今は完全に監視官と監視官のタッグで見てるから、うん、そこどうなるかなっていう。うね、ああ執行官とのつなが,が,がりがね。つながりがねない。まあまだ1話だけどね。1話見たかぎりだったかりではね結構監視官同士のつながりがかなり深いから。うん 思考、うん、感と監視感のんか面白いタッグが見れたらいいなっていうそうですね他の監視官とかもちょっと見たいなと思いましああ確かにねいろんな監視官が出てきて面白かったりするのであとは悪役が誰になるのかなぐらいかなそうですねいつも悪役一人だったじゃないですか人ですねほとんどはい黒幕みたいなのがシーズン1もシーズン 2, 2>、はい、も,ーン2も 2> 牧島省吾と桐くんかうん、うん まあやっぱり牧島省吾 <laughs> の1の明らかがめっちゃよかったっ, <laughs> かったねねねやっぱり牧島将吾は最高でした、ね、でしそうです、ねまあ、今回は一人じゃなくてもしかしたら組織になるのかもしれないですけどでもああいう一人のマスターマインドみたいなものがいるのもまた面白かったそうですね。ありますねで一応ヴィランはヴィランでみんな何かしら能力じゃないけど、えー、と牧島省吾だったら確かえと映,ら映らないんだよね。 らららななないいいか上上ががんだよねその犯罪係数が,が,係数が、えー、測定できないっていう、えー、特徴があって、はい、でキリ翔くんはキリ翔くんはね薬を開発してその薬を飲めば犯罪係数を抑えられるよっていうようなことをしてたかなじゃあ3期はシーズン3はどうなるかなるみたいなやっぱり何かしらシ谷ラシステムに対する そういうんだろうチートっていうか部分でまたそういうの作ってくるか、うん、それか全く新しい今回ビフロストって出てきちゃったけど、うん、そっちでの悪役なんか特性があるのかっていう部分ででもやっぱりシビラシステムとは切っても切り離せない世界観だからなんかもう少しそこは見たいですね、うんうん、対シビラみたいな。 でも移民が入ってきたことによってシビラシステムどうするのっていう今ま、はい、で完全に孤立してましたからね。鎖国でしたからね。そう。<laughs> まあ開国するんだなと思って <laughs> あの違うところに出てくるのか他の国との関係とかで描かれるのかと思いきやまあ他の国の存在とか出てこないですからねなん日本だけなんか割と治安安定してるみたいな感じに見えるので。 やっぱ気になりますねそうですね,そうですねあとは特にないかなあ一個思ったのが、うん、そのファーストインペクターとセブンインスペクターのどっちかが言ってたんですけど、うん、なんかあの幾何学模様のホログラム出して、うん、このダイアグラムを解けるかみたいな挑戦的なセリフがあったんであま,た、ね、まあそれはちょっと,とん,なんだろうみたいなね。<laughs> 何かしらそういう犯罪を使った大きな計画が水面下であって、うんうん、で一応刑事局には気づいてほしいみたいな示唆はあったけどやっぱだからそれを見るとやっぱりなんかシビラシステムに対する挑戦的な部分があるのかなっていう意図は、ね、分かりやすくしてほしいですねどういう意図を持ってどういうこと攻撃をしてるのかな。確かにね なんか監督の副音声欲しいね。<ー>ここはこうだっただ、ね。ここはこうなったね <laughs> みたいな、ね。<laughs> <laughs> 全部終わってからね。でいいからはい。ほしいですね。はい。はい、ねうん。はい。みな、はい、さんもぜひあのシーズンを。一話目の感想をぜひコメントで教えてください。お願、はいします。うんうんうん、今後の予想とかもね。そうですね。これこういう人が逆になるんじゃないかとか。常森。あかね。どういう立ち位置で出てくるのとか、ね。今のところは西郷ジョージさんみたいになってるけど。 もうちょっぽいですてるところとかもうちょっと大我みたいなアドバイザーみたいな感じじゃなくてあそこから出てきて「また下月美香を叱ってほしい」あそんなに叱ったことないかいつも何か諭すというか守ってあげてたねみたいな。 感じだった。なかんまり冷めるみたいな感じじゃなかったですね。志月美香が赤に仕立ててほしいあの対決が見たいな。仕立て別にみたいな。あんまり響いてない。そう赤に冷たかったねあの時。冷たくねえだね。そうですね。その二人のねやっぱり氷もちょっと見たいですたいですからね。はい。今後が楽しみであり今回の音楽にポップコーン番組編はここまでしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。